はい、おはようございます。マスターです。ということですね、今日もですねビデオを送っていきたいと思います。いつもですねビデオを見てくださって本当にありがとうございます。さてですね、ここは空港なんですけれども、日本の空港なんですけれども、またですね今から2日間ですね旅に出ていきたいと思います。まあ今回の旅は、研修とかそうなんじゃなくてですね、まあ、人に会いに行くだけなんですけれども、これですね、まあ、空港で撮っています。そうですね、まあ、大体今2ヶ月に1回もしくは1ヶ月に1回ですね、まあ、平均するとやっぱり1ヶ月に1回ぐらいかな、出張とかですね旅に行くんですけれども、今回はまあ飛行機でですね行くんですけどね、まあ、皆さんもここ見てくれてあなたもですね、まあ、旅行行くと荷物を持ちますよね。まあ別に旅行に行かなくても荷物を持つと思いますけれども、今回ですね、僕ですね持ってる荷物、たったこれだけなんですね。なんでこのことをですねお話しするかといえばですね、結局ですね、荷物をですねたくさん持ってる人たちが結構いますよね。でここなんですね。使わないもんでも結構持っておりますね。で僕今回読むもんとですね書くものとですね、であとはこのパソコンですねしか持ってません。でなんでこんなこと話するかって言ったらですね、結局のところ使わへんものですね持ってたって仕方ないじゃないですか。使うかもしれないものをですね、持ってるのがやっぱ仕方ないと思いますんで、コンパクトにしてきたわけですけれども、これ荷物じゃなくてですね、知識とかでもそうだと思いますね。使うかもしれないという資格、使うかもしれない、読むかもしれないという本、いずれかは役に立ちそうな知識、スキル、いろいろあると思いますけれども、あったところで一生で使える分っていうのはやっぱ限られていますね。なので、荷物もスキルも知識もですね、僕は最低限でいいと思います。知識があるからといってですね、何かが始まるわけではありません。わーすごいって言われるんであればですね、知識どん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 持ってればいいと思いますけれども、あったところでやっぱ使えなければ意味がないもんだと思います。できるだけコンパクトにですね、していくといいと思いますし、かつですね少ないですねスキル知識の方がですね深くなりますね。なのでエキスパートがですね育ちやすくなる。あなたもですねこれぞというものをですねどん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 フォーカスしていけばいいと思いますよ。僕なんかは昔からマーケティングとかですね、こういう喋りとかですね、広告とかですね、セールスっていうのにですね、まあ訓練をしてきたわけですけれども、まあそういうところで、少ないものだけれども、僕そんなにたくさんのことやっぱできませんし、多くのことやろうとしてませんけれども、まあ、少ないからこそ、そういうやっぱ知識とかスキルっていうのは深くなっていくんだと思いますんで、ぜひ持ちすぎない荷物も知識もですね、持ちすぎないってことがですねとても重要だと思います。持っていることよりも使うこと、そして使ってどんどん深くしていくことですね、その方が大事だと思いますんで、ぜひですねやってみてください。そんな感じでまたですね、旅先から送っていきたいと思います。またですね次回お会いしましょう。さよなら。